実は栃木で作っています。県内の工場を覗いてみた。今回はポテトチップスやじゃがりこなど多くのヒット商品を持つカルビーの清原工場に行ってきました。清原工場は国内最初で最大のシリアル生産拠点で、主に作っているのはフルグラとカッパエビセンです。工場に着くと大勢の従業員さんたちが笑顔で出迎えてくれました。渡された名刺を見てみるとカルビーのお菓子の写真が印刷してあります。これは全部で14種類もあるそうです。工場見学の入り口に向かうと大きなぬいぐるみの間にウェルカムボードがありました。見学ではまず工場の概要や製品などについて学んだ後、リニューアルしたという廊下に案内されました。壁に年表と製品の絵がずらりと並んでいます。聞いたことや食べたことのある製品ばかりで驚きました。次にかつての新入社員が手作りしたというボードでかっぱえびせんの作り方を聞きました。工場では広島工場から送られた生地を膨らませ、味付けして袋詰めするなどの作業が行われています。年間およそ1億袋が作られ、北海道、東北、関東、中部の東日本エリアに運ばれていくそうです。取材日はちょうど期間限定のフレンチサラダ味が作られていたため、少し酸っぱい香りを感じました。次はフルグラの工場見学に移っていきます。壁にはフルーツなどが描かれていてとても可愛らしいです。工場ではオーツ麦や玄米、アーモンドなどの原料をシロップと混ぜて伸ばし、シート状に焼き上げていきます。焼き上がった後は砕いてフルーツなどと混ぜて包装。年間およそ6000袋が製造され全国に届けられます。途中トリックアートが描かれた壁で記念撮影。製造見学エリアに足を踏み入れると、焼きたてのクッキーのような甘い香りが全身を包みました。見学では流れていく生地を見ながら砕く前の状態を触らせてもらいます。厚みがあってこのままでもかなり美味しそうだと感じました。一通り見学が終了した後は念願の試食タイムです。実際に作っている製品を口に運ぶと、家で食べている時よりも数倍美味しく感じました。最後に清原工場の壁を登っているカルビーおじさんに手を振って工場を後にしました。大人になってもやめられない、止まらない魅力があふれた工場見学でした。